江勝重は中華人民共和国の軍人、高金部部長、総参謀長等の要職を歴任したが、露山会議で失脚、文化大革命後に復権した。最終階級は大将。1925年、中国共産党入党。1926年、国民革命軍、統制地の部隊において、衛政治指導員、男政治教官等に任じられる。 1928年、湘南近畿中、栄光近畿の指導に参加し、栄光公職経営団等代表県参謀長となり、出徳、賃金に従い岡山に向かった。その後、高能革命軍第四軍第十二師、第三十五団団長、第二祖自由撃指令を経て、湘南に戻った。1930年から、中国高能公軍第五軍の団、市政寺院。 軍政治部主任、第三軍団第一政治部主任を歴任し、小学館イケルクの強化と、中央ソビエト区の藩、囲い層に参加した。先へ冒険主義が優勢だった時期、都市部への侵攻に反対したため、宿誕拡大化等、数字にわたり、受けとなざしされ、解任処分を受けた。1932年春、監修攻撃に反対していたが、国民党軍の 突然の出撃により、部隊を損失する危険がある中、下段に指揮所を移転させ、部隊を苦境から離脱せしめた。調整中、第三軍団の主要な戦役、戦闘に参加した。戦北到達後、第一方面軍政治部と、後軍総政治部組織部部長に任命。日中戦争初期、八祖寺軍第115市、第344旅政治委員となり、 除海島の部隊と共に、進む気予編地区を転戦し、進む東南端、旧祖寺過去以降、町天島の戦闘を指揮した。1940年春、八祖寺軍第二重滞政治委員に任命され、主力を率いて、予感祖と関東北地区を南下し、八祖寺軍第四重滞政治委員第五重滞司令委員兼政治委員に任命された。同年10月初め、 木橋作戦を行い、ワイ海インを家畜に進軍した。この作戦で、北上した新四軍部隊と会合し、蘇北抗日ネスエチを創設し、河北と家中の抗日ネスエチの連絡を確立した。1941年から、新四軍第三師市長兼政治委員、蘇北軍区司令員兼政治委員、蘇北区等委員会書記を歴任。1945年6月、 中共第七回中央候補員に選出。対日戦勝後の1945年9月14日、5万から10万の部隊を東北部に派遣し、戦略根拠地を確立することを中共中央に建議した。同年9月末、第三主力を率いて東北部に進軍。11月中旬に国民党軍が北安市鉄道沿いの各地を占領すると、 11月26日、部隊を大都市と交通路から離し、中小都市を占領して、農村地に根拠地を建設することを県議した。その後、西満軍区副政治委員、司令委員、中京西満文局副書記、代理書記を歴任した。1946年3月、ソ連軍の撤退時、部隊を指揮して、士兵、長春、七春を占領した。 1947年から、東北民主連軍副司令員兼高勤司令員、政治委員、中共鬼殺熱量分局初期県軍区政治委員、東北野戦軍、第二兵団政治委員を歴任。1949年1月、天津市委員会初期、中華人民共和国建国後、中京湖南省委員会初期、湖南軍区司令員、政治委員、 1952年11月、人民解放軍副総参謀長兼公勤部部長、政治委員に任命。1954年11月8日、第1期前人大常務委員会、第2回会議の決定により人民解放軍、公勤部部長に任命。同年、国防部副部長を兼任。1955年、大将の階級を授与。 1956年9月、第8回党大会において、党中央委員、9月28日の第8期市中前会において、党中央初期どころ初期に選出された。1958年10月12日、第1期前人大常務委員会第102回会議の決定により、総参謀長に任命。1954年から、 中国共産党中央軍事委員会秘書長。1959年4月28日、第二期前人大第一回会議において国防委員会委員に任命。しかし、同年7月に始まる中共中央政治局拡大会議において大躍進政策と人民公社化に誤りがあると批評したため、法徳会等と共に半党集団と認定された。 9月17日、第2期全人大常務委員会第9回会議の決定により、総参謀長職務を解任され、長期間の審査を受け、文化大革命中にも迫害された。1977年12月、中共中央軍人委員会顧問。1978年12月、東大11期三中全会において、党中央委員及び、 当中央規律検査委員会上を無書記に選出された。1982年から1985年、当中央規律検査委員会第2書記。1985年9月16日、第12期4中全会において、当中央規律検査委員会委員職を辞任。1986年12月28日、北京で死去。第1、 届け全国人民代表大会常委会、第二次会協中国とも等、第八届中央委、会議、和公、稲中共八届一中全会、で新的中央づ久え第一、届け全国人民代表大会常委会第102次、会協中人民共和国主席令中、人民共和国主席令中国とも等、第十一届中央委、会第三次全体会、公、 うとい一部分労同士不妻担任中央3回、改正、適級ありがとうございます。